仮設住宅の建設などの作業を加速させるため今月中に予備費から追加で支出する方針ですさらに今後の災害に備えて被災者の生活環境を迅速に整えるためトレーラーハウスやキッチンカーなどを活用する仕組み作りを進めていく方針などが確認されました